こんにちは、カルドネイダ10万円勝負です。今日は2021年の9月27日を6時間過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在のエダコインの値段は 240.0、 あー、まさかの240じゃなくて239になっちゃいました。はい、270ぐらいまで行ってね、本当にそろそろ復活かなとね、サミットもありましたしと思ったら、なんか何もなかったかのような戻り方ですね。はい、ちょうど今これ日足が出てるんですけど、ぐーっといってこう200、あ、これは330円まで出てるのか。でずーっといって、ここでね270円までピッといったんだけど、戻ってきてますね。だから日足だとまだこれ下降トレンド、まだこれ戻ってないんですね、上昇にね。はい、ただまあここで一回ここまで戻ってるんでね、まさかちょっとこのまま過去トレンドでこの安値をね、ここの215円あたりを超えるとは思いたくないですけど、これもう9月も終わりなんですよね。はい、期待とはね本当に逆で、あと残り10日で、ね、赤になって陽性にならないかなと期待はしてたんですけど、まああと3日ですよね。はい、それでこれが転じる、赤に転じるってことはね、まあなさそうですよね。はい、ちょっとね本当にこうまさかの9月、下降ということですよね。はい、まあまだ決定してませんけどね、はい、期待はしつつもちょっと厳しいなというところです。ツイッターの方見ていきたいと思います。はい、コーンさん、知りたくばしぽさんがまとめたこれを見よう、まとめすごいということで、しぽさんのエポックな日々一人のリパワーを、カルダノサミット2021まとめと、未来のブロックチェーン世界を定義するカルダノサミット2021が開催ということで、まあ、サミット本当にね2日間ありましたけど、なかなか見れない方も多かったと思います。私もなんだかんだでほとんど見れなかったという形かなと思いますね。はい、なので非常に助かりますね。ちょっとこれは拝見したいと思います。はい、こちらしぽさんのページですね。一人一人にパワーをカルダノサミット2021まとめ、ニュース動向ステーキング状況インエポック291と、はい、なんかインデックスだけでもね、大変なことになってます。こちらを参加してない方はね、こちらを見ていくといいかなとまずは思いますね。本当にボリュームが大きくて、一人一人にパワーをカルダノサミット2021まとめ、未来のブロックチェーンの世界を定義するカルダノサミット2021が開幕と。で、1日目、一人一人にパワーを、カルダノコミュニティの皆が主役になるカルダノダップストア、インターネットにアクセスしなくてもカルダノブロックチェーンと対話できるようになる史上初のブロックチェーンウォレットと。これすごいですね。はい、フォーチュン250社に選ばれている衛星テレビのインフラ運営を行うディッシュとのパートナーシップ。リアルタイムのマーケットデータ用にチェーンリンクのオラクルを統合と。アキュアントとの新しいパートナーシップは発表。アトラプリズムパイオニアズを導入。ブロックチェーンのセキュリティをサプライチェーンに導入。分散型ガバナンスの道を歩むボルテール。アフリカの新しいファンドが大陸で最も革新的なブロックチェーンプロジェクトに資金を提供するために600万ドルを投資。その他、カルダノサミット2021で複数の戦略的パートナーシップを発表。で、2日目に入って、オアシスプロマーケッツと提携。カルダノで発行された NFT が100万を超えたと。ブロックチェーン革命のガバナンス DCF の紹介。すべての人のためにより良い未来を築く IOHK。ハイドラ。どっかでハイドラじゃなくて、ヒドラじゃなくてハイドラって言ってたら、カルダノのスケータビリティに新風を吹き込む。バベル手数料、カスタム通貨による手数料との支払い、文化ガバナンス、そしてカルダノで道を切り開くこと、クリプトバイソン、あなたを探してたバイソン、DJED、正式に検証されたアルゴリズムによる暗号化された安定コインのプロトコル、ビットコインとエイダと日本の取引所の未来、ウォルフラム、科学の芸術、マーロー、金融の未来、カルダノで素晴らしい製品を作る、マーゴ、カルダノの未来への投資、アンチマキシマリズム、業界発展のためのコラボレーション、研究と大学の提携、シンギュラービジョン、 MUKN グローを使ってスマートコントラクトの道を開く、ブロックチェーン導入のための教育の重要性、アウトプットをインプットに UTXO アライアンスを設立、ライブパネル2025年の青写真ブループリント2025
歴史を作った IHK、 そして偉大なカラダコミッティの皆さんありがとう、そしてワンモアスイングということでね、はい、これが2日間の本当の概要ですね、はい、でこれご覧になって分かるように一つ、こうリンクになってるんですよね、はい、そして下の方に、こちらにね本当に大量なあのまとめが、してくれてます、動画もあの差し込みの、はい、すごいですね、本当にありがたいですね、はい、まあ、正直あの私もこの、まあ、最初にね亀の絵があってその上に島があってその中で、まあ、バーチャルっていうことで自分のアバターがいてっていうことなんですけど、まずそれを理解するのに時間がかかって、でその後にあのカーソルをどこに持っていけばどう動くのかっていうのを理解するのに時間がかかって、で結局理解できずにね私は終わってしまったというような感じだったので、ちょっとね、残念でした。その入り口で、ね、つまずいてしまったというところがあって、その、まあ、IT リテラシーというと、ちょっと言い過ぎですけど、やっぱりちょっとその辺の、ね、ハードルが私にとっては高かったかなという気がします。はい、コインポストさん、体の複数の戦略的パートナーシップは発表、通信業界からデファイまでということでね、まあ、マスコミ側もどういうふうにまとめているのかちょっと見てみたいと思います、うん、仮想通貨のメディアをマスコミっていう言い方はおかしいかなすいません関係ないけど、体の複数の戦略的パートナーシップを発表、通信業界からデファイまでと、複数のパートナーシップ、イーサリアムのライバルと評されるカルダノは25日と26日の両日開催されたカルダノサミット2021で幅広い分野の企業と戦略的パートナーシップを締結したと発表した。中でも米国のフォーチュン500企業である衛星放送サービス会社ディッシュネットワークとの分散型オラクルプロジェクトチェーンリンクとの提携は注目が集まっている。ディッシュネットワーク、ナスダックディッシュは、1980年に衛星テレビ用機器の販売業者としてスタートし、1995年に最初の衛星を打ち上げた経緯を持つ。現在1900万の顧客に有料テレビ及び通信サービスを提供し、年間収益は150億ドル、1兆6600億円を超える。2014年には早くもビットコインの受け入れを開始し、暗号資産の分野へ参入した先駆的な企業でもある。ディッシュネットワークは自社の通信サービスにカルダノのブロックチェーン技術を導入し、800万人の顧客にデジタル ID を発行することを目標としているという。この提携によりカルダノは巨大な通信事業分野へ参入することになると。800万人の顧客と。なんかアフリカの時もね、似たような言い方で500万人の生徒にっていう感じのことが言ってましたよね。カルダノの創設者チャールズ・ホスキンソン氏は、通信事業の基盤となるビジネス構造は現在骨抜きにされた状態だと指摘、ブロックチェーンの技術は通信ネットワークの接続性に革命を起こすことが可能で、カルダノが通信分野におけるデフォルトモデルとなることを期待していると語った。チェーンリンクとの提携、カルダノは9月13日に大型アップグレードアロンズを実装を完了、メインネットにスマートコントラクト機能が追加されたばかりだ。今回の提携によりスマートコントラクトを構築するカルダノの開発者はチェーンリンクの分散型オラクルネットワークを通じて実世界のデータベースへアクセスが可能になる。まずリアルタイムの市場価格フィードがカルダノにリンクされるが、順次スポーツや気象データフィードが追加される予定で、保険ゲームまた NFT での利用が対応可能になるというと、はい、その他のパートナーシップ、カルダノとの提携先はまだまだある。その一つがアウェイキングヘルスが開発した医療用 AI ロボットグレイス。グレイスは高齢者や孤立した人々と対話するロボットで、サーモグラフィーで患者の体温を測ることができるのに加え、患者の反応を測定し、感情を模倣することも可能と。はい、ここで喋ってましたけど、まあ、うまく反応してたけど、もうちょっと微妙といえば微妙な感覚もありますけど、どう感じましたでしょうかね、皆さん。カルダノブロックチェーンの導入によりセキュリティとプライバシーの提供に加え、グレースのパフォーマンス向上と運用の低コスト化が期待されている。またスケーラビリティ問題を解決することでバイオデータの迅速な処理が可能になると考えられている。またカルダノは e スポーツとゲームの大手プラットフォームライバルと提携し、 NFT の作成や配布、ファン向けの報酬プログラムなどを開発する。さらに以下のような提携も発表されている。フィリピンの金融テクノロジーベンチャー UBX、 カルダノ上でステーキングプール運営、土地の修復テクノロジー企業、ベリトゥリー社、ブロックチェーンで植林活動を管理、100万本植樹キャンペーンもサポート、AIDテック社、
金融、決済、保険分野の、ID 管理と検証ソリューション、なおカルダノのネイティブトークンは ADA で、その時価総額はビットコインとイーサリアムに次ぐ史上3位の地位を占めているということでね、はい、だいぶ、まあ、ポイントを、ね、絞って説明してくれてますね、ここはね。はい、最後にダウさん、エキスポブース情報、ブロックチェーン、エキスポのブースが決定いたしました。イメージを公開します。先進的なかっこいいブースが出来上がります。皆様の協力でおかげで運営することができております。ありがとうございます。ということで、このようなイメージでやっていこうということが、まあ、決まりまして、あともうちょっとね詰めていくんですけど、今そんな状況ですということです。では値段に戻りたいと思います。はい、241.56 円ですね。14,012.9×241.56 で元本が10万円ですので、計算しますと3,284,956円のプラスということになりまして、3,284.5%のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。